ほいほい、グラピカ役の沢城みゆきさんです。グラピカ役の沢城みゆきです。リスナーの皆さん、ハンター、ハンター、怪我した感じだね、これ。ありがとう。怪我じゃないです。怪我じゃないです。これは、相手方だよ。はい、れっきとした私たち、グミタンが考えてくれました。なんのひねりもないじゃないか。それでも言われるとなんのひねりもないんですけど、二人、帰ってきたことによってハンターハンターが成り立つっていう、このそうなんです。続けて言うとハンターハンターになるんです。そうなんですよ。なるほどね。そしたらもっとなんか詰めなきゃいけなくない、魔王。なんかそれをあえてこうちゃんとした挨拶っぽく聞かせるために、ハンターハンターっていうのを、グミタンが考えてきてくださりました。お付き合いありがとうございました。ハンターハンターありがとうございます。みゆき姉さん、ありがとうございます。お心遣い感謝です。耳が幸せ。はい、というわけでですね、今日はクラピカ役の沢城みゆきさんをお迎えして、お届けしていきたいと思うんですけれども、そういえばグミタンはもちろんこのハンターハンターでみゆきさんと初めて、はい、初めましてです、お会いしたんだよね。はい、なんかみゆきさんのことどうやって呼んでたりするの？先週、勝手に決めたんですけど、みゆきちゃん先輩って呼ぶ、呼んでいいですか？子犬か。ワンワン。だから別に、そう、普通に呼んでいいよ、そんなわざわざ。みゆきちゃん先輩、ごめんね、伝わらなかったよね、多分。なんか、あれですよね、きっと、グミタン的には、もっとこう、みゆきさんとのこう距離を、ちょっとこう縮めたいと。なんか、ぜひともこう、親しみをね、込めて呼びたいということで、ちょっと前回のアフレコ現場でね、私たちやっぱりこう、アフレコ現場となると、すごく盛り上がっていっぱい、いろいろお話もさせていただくじゃないですか。ワンワンばっかり言うな。喋れ。喋る喋る。今緊張してる、すごいすごい緊張してる。このラジオ番組ではですね、はい、半めぐみの緊張もリスナーの皆さんと一緒に楽しんでいただくという、ことになっておりますので、斬新だね。はい。ぜひご理解いただければと思うんでございますが、はい、グミタンはみゆきちゃん先輩と、はい、呼ばせていただいてよろしいでしょうか。もうだってそう決めたんでしょ。決定。はい、じゃあそれはそれで、はい、いいんじゃなかろうかと思います。はい、はい、というわけでこれからはちょっとみゆきさんにいろいろと、作品についてだったり、はい、クラピカという役についていろいろお伺いしたいんでございますが、実際にその、オーディションを受けられて、クラピカ役という役に決まった時のお気持ちとかってどうでしたか？ね、語弊があるのをあえて恐れず言うと、嫌だなと思いました。すごい自分の中でいっぱいこう、なんていうの、抱えないといけないでしょ、一人きりで。それをこの長いスパンでやらなきゃいけないっていうのは、これはちゃんとやろうと思ったらとてもとても大変だから、精神的体力がいるから、うわぁ、これはきついなぁ、頑張ろうっていう感じでした。なるほど。一人ぼっち、孤高の選手だからさ、人。だから、その知らないうちに仲間ができてたことにこう、気づいていくっていうドラマがあるにせよ、わー、一人か、ずっと一人だなと思って。そうだね、そんな感じでしたかね。なるほど。記者会見でも、沢城さんに聞いた、みゆきちゃん先輩に聞いたんですけども、無理やりだ。印象に残ってたシーンに、自分が雲、旅団に復讐するシーンで、ゴンとキルアレオリオと、その旅団に対する復讐、どっちか大事かって言われた時に、その3コマで、クラピカの決断が決まったっていうのがすごい印象的だったって聞いたんですけど、そのクラピカの、聞きたいことが、どっか行っちゃったかな。どっか行っちゃった。最後の爪だけだったのにね。惜しかった、ね。惜しかった。言えなかった。いいとこまで行ってたけどね。でも、そうなんだよね。本当にやり始めて見ても、なんか改めて実感したけれども、なんかいい人なんだよね。すごく。だから、あんだけリズムでいろいろ考えてるのに、すごいここぞっていう大事な時は、本能でパパンってこう、決断を決めていくようなところがあって、すごい分かれ道じゃないですか、旅団を選ぶのか、今一緒にいる人を選ぶのかっていうのも、なんか理屈じゃないんだよね、そこが。なんかあの人のこう不思議なバランスで好きだなと思ってるところではあるんですけど。なるほど。じゃあやはり、ちょうどアフレコも始まりまして、原作を読まれてる時
に感じたそのクラピカの印象と、うん、実際に自分自身が演じてみてからのクラピカの印象って何か変わったりとかありましたか？あのね、キャラとしての印象というよりは、あのアニメがすごくこう対象がこう割と子供に向けて作ってる感じじゃない、はい、あの全体的に総力戦では、だからこうすごくあの原作だとさらっとしたリアクション取ってるところもわざわざそのカット的にもシナリオ的にも、うん、あのなんていうのかな、分かりやすくよりこうクラピカの気持ちがこう表に分かりやすい状態でちゃんとカットが入ってたりするので、そこはすごい、あ、分かりやすいなっていう、原作よりもよく説明してくれてあるなっていう意味では、あのなんだろうな、ちょっと 近づきやすい印象かな、原作よりは少しこうそばにいられる感じかな、親友にはなれないまでも同じクラスまではいけたかなみたいな、なんか そういうイメージの違いはあるかな、全体的になんだけどね、はい、うん、いろいろと、まあ、ハンターハンターには他にもいろいろキャラクターが出てきておりますが、うん、まあ、もちろんご自身が演じてるクラピカが一番、まあ、気になるキャラクターだとは思うんですけれども、うんうん、他のキャラクターですごく、まあ、注目というか気になってるキャラクターっていたりしますか？うん、自分以外のキャラっていうことで言うんだったら、まあ、ある意味ゴンに対してのキルアみたいなポジションで、クラピカに対してのあの戦慄の立ち位置っていうのが私的にねすごいツボなんですよ、はいはい、あそこのポジションやってみたいなっていう思いが強かったので、ちょなんとか二役やれないかなって思ってるんですけど、みゆきさんがクラピカを演じながら戦慄を演じるという、そうそう、あーでもちょっと斬新すぎる掛け合いとかもいっぱいありますからね。あ、いっぱいあるよね、まあ、抜きにはせずにね頑張りたいよね。だからみゆきさんならできてしまいそうないやいやいや、だから楽しみなんです、戦慄に合うの、はい、音の入ったとか声の入った、はいはいはい、って感じかな。そうです、ね、自分以外だとね。確かにグミタンは今回ハンターが、まあ、初めてというか初めてのお仕事じゃないですか、はい、うん、どうですか沢城さんから見て、あ、ハンメグミにこう、うん、初めて会った時の印象とか。ズシみたいな子だなと思いました。あー、わかるそれ。おいっだって最初にさ、ハンメグミですって言われた時に、あの手はオスってしてたのね。で、私的なファーストインプレッション、ハンメグミはオスっていう、わかるな、はい、はい、あれなって、あ、よろしくお願いしますって言って保留した感じ、はい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 、だったかな。あー、ズシみたいな、うん、そうですね、私もそれはすごくズシみたいな、ズシみたい。じゃあズシもやったら、あ、じゃあ戦慄とクラッカーをあの川城さんがやられて、うん、じゃあ私はズシ、うん、とかズシとか、オースをずっと一人で、そう、一人二人やるっていうのもだったかな。伊勢くんはね、前からその知ってたからね、うん、そうですね、共演させて、そうだよね、ずいぶん割と。でも前にどうですか、例えば、まあ、ハンメグミがゴン役、伊勢マリアがキルア役って聞いた時の印象といいますか、まあ印象でもいいですし、うん、逆に今演じてる姿を見てでもいいんですけど、うん、ぜひともここは聞いておきたいよね。何を聞いておきたい、私が今聞けないことを伊勢さんがディブリブリチュラー、はいはい、お母さんみたいなんだろうね、伊勢くんって本当に一番最初に私があのやらせていただいてた作品にゲストで来てくれて、うん、まあなんていい声の子なんだろうって思ったのがすごい印象的で、今私の話ですか、伊勢くんの話だよ。おー、どうしよう、ちょっと皆さん聞いてます、伊勢マリアの話だよ、はい、っていう感じだったんだよね。で、あのあんた決まった時にも、あの音響監督のあの山田さんから、あのすごい気の強い子がキルアになったからって、で沢城さん怖いよって言ったら、なんで怖いよって言うんですかってツッコミ入ったんだけど、あの沢城さん怖いよって言ったら、いや大丈夫です、私大丈夫です、頑張りますみたいな子だよって言われて、わあそんな元気な子か、どうしよう、大丈夫かなと思ったら伊勢くんって聞いて、あ、伊勢くんかと思って、男の子やるイメージなかったけど、あ、すごい楽しみだなっていう感じだったよ、あのご一緒できるの。ありがとうございます、みんな聞いてる、逆にあのパンちゃんとかは、あの長澤美希ちゃんから、はい、あの実はハンさんの娘さんを教えることになってっていうのを、実はそのお稽古の時にね、はい、会った時に聞いてたから、へえ、でもすごい才能がある子でって言って、そんな子いるんだなっていうの聞いてたから、あの名前聞いた時に、あーっていう感じで、そんな感じだった、そんな感じだ、そんな感じだったよ。
なるほど、うん、嬉しいね。嬉しい。なんかやっぱり私たちゴンキルアの中で、うん、こうまあクラフィカ役である沢城みゆきさんってなんかすごくもう高校生というかもう先輩みたいな、すごくね、なんかこういっぱい見習うというか勉強させていただくところがあるので、うん、え、何ですかみゆきさん、それでは。ごめん、多分ね、自分に対しての劣等感に対する嘘だっていう目で見たと思う。いや、なんで君に何も罪はなかった。そうです。あの、私後ろでさ、はい、あのみゆきちゃん先輩を見ていて頑張った、うん、いつも思うのが、はい、立ち姿まで見せ方まですごく美しいんですよ。かっこいいよね。もう本当に惚れちゃうんですよ。で、あの収録終わってご飯に行った時のお箸の置き方、取り方、うん、お野菜の取り方、そして気の回し方、もう素晴らしいと思います。もう美しい。もうね、本当に、うん、みゆきさんはクラピカみたいな人です。なんかなんて言うんでしょう、うん、まとめて言うと、うん、本当にあの素敵なんです。言いづらいなぁ。すいません、すいません、言いづらいでもダメです、帰らせませんよ。次のコーナーもご一緒させていただきますからね、はい、というわけで沢城みゆきさんは次のコーナーも参加してくださいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。150ジェニーがジュース1本分の値段になるので、はいはい、1ジェニーが1ジェニーが1円ぐらい、まあ、約1円ぐらい。ざっくりだね。でも知ってました？ジェニーって、うん、なんでジェニーって言うか、そのハンターの世界で。I don't know。ゼニー、ゼニー、ジェニー、ジェニー、ジェニー。へぇー。だと私は思ってます。私も思ってます。君もね。そうです。ゼニーからきっとジェニーになったんだ。なるほどね。なって思ってるんですけど。じゃあ、富樫先生に聞いたらいいよ。富樫先生。いつの日か。いつの日かお会いできる日を待っています。ね、はい。まあ、こんな感じでですね、ぜひみゆき姉さんにも、はい、やっていただきたいです。はい。お願いします。ですね、キルアのスケボーさんからいただきました。ボーはお坊さんのボーだよ。あ、なるほど。はい。わ、これ、この曲かかるのね。暗闇の中で聞こえる不気味な音。それは賞金首である奴の音。その賞金首の名は、映画館、ポップコーン。隣の人がポップコーンを食べていると、映画に全く集中できません。もう本当に今日耳が幸せ、どうしよう。私たちこのヘッドホンをつけてね、やらせていただいてるので、おうおう、ヘッドホンから直にみゆきさんの声が聞こえると、マリア、うわー、呼んで呼んで。めぐみ、すいませんね、全国のマリアさんとめぐみさん。私たち、あ、なんて得なんだ。で、なんだっけ、ポップコーンだって。ポップコーン金額をつけていただきたいです。ごわん、難しいなぁ。気になる？ちなみに。あー、でも隣で結構その音を立ててバシャ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 食べられると多少気になります。うん、うん、あと視界にちらつく白いそのポップコーンが気になる。あの、こう食べ散らかす人ってよく言うね。ごめん、それ放り投げてるみたいなイメージなんだけど。こう食べて、なんか結構まとめてガッチリ取ってガッて入れると、あの、膝のあたりに白いのがポンって飛んでくるっていう、あの、カスとか。それ日本での映画館の話だよね。日本です。あら、ジャパニーズ。ジャパニーズ。そうです。ジャパニーズムービーシアター。ムービーシアター。へぇー。いやそれは気になるね。気になりますね。良き思い出です。良き思い出だそうです。それはじゃあ、金返せって感じになるから。はい。1500ジェニーかな？なるほど。映画1本分と言いますか、うん、チケット1枚分にしようかな。なるほど。妥当だと思います。いいと思います。いいかな。はい。はい。はい。というわけでですね、ここで、ゲストの、アバよ。沢城みゆき姉さんが、お別れなんでございますけれども、今回、ゲストに来てみて、いかがでしたでしょうか。楽しかったです。本当ですか？大丈夫ですか？なんかこう割と伊勢くんがあのお姉さんでしっかりやってるんだなと思ったんですけど、あのもう少し現場だとなんだろうね、こう大人の私にはわからない、なんかこう不思議な波長で会話してる時があって、あのそれをちょっと皆さんにいつか聞かせてあげたいなと思ったりします。え、私ですか？うん、二人が。私とね、グミさんが不思議な、なんとも言えない波長でね、はい、なんかモコモコしてる時があるの、二人で。モコモコなんてしてる。モコモコしてる時があって、はいはいはい、不思議だなと思いながら見てたので、今日不安だったんですけど、楽しかったです。
よかったです。よかったです。お邪魔しました。ありがとうございました。それでは本日のゲスト、クラピア。このまま流します、きっと。はい。いいよ、いい出して。本日はありがとうございました。クラピカ役の沢城みゆきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。また遊びに来てください。はーい。